11世紀、三朝三世時代のイベリア半島。赤い部分の最も西がカスティーリア。1474年のイベリア半島。スペインの作り手であるはずのカスティーリア人にも独立運動が存在する。ベルファストにあるスペインからのカスティーリア独立を主張する壁画。カスティーリアはスペインの歴史的な地域名。中世に カスティーリ王国に属していた地域の中心部を指す。現在では地方行政区分としてのカスティーリは存在しないが、二つの自治州カスティーリャイ、レオン州とカスティーリャラマンチャ州にカスティーリの名称が使われている。カスティーリもはもとはカンタブリアの南、ブルゴスを中心とする地域を指した。9世紀以降のレオン王国によるレコンキスタの最前線となった地域で、 イスラム教徒に対抗して、城が数多く建てられたため、カスティーリアの名がついたとされる。11世紀初め、ナバラオ・サンチョ3世は、カスティーリア白領を併合したが、その死後に領土が分割相続され、カスティーリア王国が誕生した。カスティーリア王国とレオン王国は、同訓連合となり、12世紀から13世紀にかけて、イベリア半島中部と南部の征服を進めた。 1479年にはアラゴン王国と同君連合となってスペイン王国が成立した。カスティーリャは伝統的に旧カスティーリャと新カスティーリャに分かれる。旧カスティーリャは10世紀にカスティーリャ白領が置かれた地域を中心とし、新カスティーリャは11世紀にアルフォンソロクセイが征服したトレド王国の領域である。1833年の法令では、 旧カスティーリャ地方は、サンタンデール、ブルゴス、ログローニョ、パレンシア、バリアドリッド、ソリア、セゴビア、アビラの各県で構成された。新カスティーリャ地方は、シウダレアル、クエンカ、グアダラハラ、マドリード、トレドで構成された。1978年憲法で実習制度が導入されてからは、旧カスティーリャとレオン地方を合わせてカスティーリャイレオン州となり、 カンタブリア州とラリオハ州が分離した。新カスティーリャはマドリード州とカスティーリャ・ラマンチャ州に分けられた。現在のスペイン語はカスティーリャ地方で話されていたロマンス語がカスティーリャ王国の発展とカスティーリャ王権がその後の統一スペインにおいて中心的役割を果たしたため国家の言語となったものである。しかしスペインはヨーロッパでも有数の多言語国家であり、 カタルーニャ語、ガリシア語、バスク語は、それぞれの地方の公用語ともなっているし、また、アストゥリアス語、アラゴン語、アラン語なども話されており、一般には、カスティーリャ語と呼ばれることも多い。また、南米でも国によっては、スペイン語ではなく、カスティーリャ語と呼ばれることが多い。ありがとうございます。